白黒はっきりさせましょうか。片耳ピアスの玉木、女の良さの良さに匠が買う。なやこの二人珍しくない二人で撮る初めてじゃん。初めて、ね、今日ダモが昨日ブレイキングダウンで疲れたから、ね、まあ休んでいいよって言って休まって、ね、で、リーダー遅刻です。遅刻いつもじゃん。遅刻そう、ほんまに、うん、間に合った試しがない。まあ、俺らも遅れるけど、ね、遅れることはあるけど、うん、一番遅れてんの絶対あいつ直樹、うん、3倍ぐらい遅れる。そう、ほんまに。俺らが1倍だったら3倍ぐらい。そうよ。しかもムカツくんが謝らないんですよ、うん、確かに確かに。普通俺ら遅刻したらマジごめんってやんねん、うん、絶対やるね、うん、もう普通にだって申し訳ないもんね、うん、あごめん待たせてごめんごめんってやんねんけど、うん、あいつ直樹の場合はね、お疲れ、おはよう、終わり、何も言わない。舐めてやがるやろ。でも逆に俺らが遅れても何も言わない。言わん、まあ怒られへんねんけど。そこはね、まあそれで怒られたらぶち切れやろ。まあまあそうやな、はぁってなるけど、まあ、なので今日はね、なんで遅刻してるかっていう、うん、あいつ携帯潰したよ。はい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 、1万件以上かかってきてるのはさ、俺でこの携帯潰したろ。おーいしょー、新しい携帯を契約しに行ってるんですよ。あ、なるほどね、はい、これもさ、ちゃんとさ、この何時に間に合うように行ってやればいい話やん。はいはいはい、はい、その直前にね、携帯を契約しに行って遅刻なんてさ、死ねって話。なるほど。なので、今日ですね、直樹が来たら、まあ、謝らないと思うんですよ、どうせね、うんうん、まあ、謝ったらちょっと考えてあげる、まあ、ほんまにごめんって感じで来やんかったら、うん、もうあいつがね、まあ、どっか行ってる間とかにもう携帯バチコーン潰したろうかなと。なるほど、ね、契約してきた、新しく契約した携帯をその日に俺らが先潰しちゃうと。オッケーオッケー、もう二度と持たせないでしょ。そう、もうあいつはガラケーで十分。普通に。だからなんかもうカバーとかめっちゃ付けさせてさ、あ、まあ、おばあちゃんとか使うやつ。そうそう、それでやらせよ。持たせよ。でもね、なおけどもうちょっと来るんかな、まあさすがに来るでしょ、結構待ってるから、ね、もう1時間遅刻してるけどすで、うん、に。なのでちょっともうちょっと待って、なおきが来たらね、タイミングを伺ってやっていきましょう。はい、Here we go!お疲れです。遅刻です、今日も。何が？遅刻です。え？何時なんですよ？今日2時集合。何時なんでグループで言って？2時の。2時って書いてたやろ？え、2時やろ今。うん、アホなんお前。今何時か教えたのかお前。うん、何時なん？おい、2時53分。終わってるよ。おい。2時やろ？2時台でいいと思ってるこれ。2時台やったらどこでもいいと思ってる。うん、そりゃそう。俺が来てんやん。お疲れです。うん、お前よりカメラマンが早く来んねんで。いや、俺が読んだから。どこ尊敬してるちなみに。だめだ俺。もうカリスマ性。ないだろ。天才、自称天才。まあ俺陸上の時監督からカリスマ性あるって言われてたから。俺より足遅かったっす。煽られていい。まあそれはね、稲森に。その時から遅刻癖あったの俺。やばいっすよ。前ほぼ毎日朝にあったんですけど、うん、ほぼ毎日遅れてました。やばいじゃん。で後輩にピンポンされて起きてくださいっていつも言われてました。起こされてんだの。起こしてます俺が。起こしてもらってたの。アメプラみたいになってるやん。大丈夫そうな。でも先輩俺もこうあのね、上の先輩の時、まあまあまあ寮やん。寮ですよ。寮かお前。陸上の寮やん。厳しかったな。本当にアメプラスや、うん。だって門限9時45ですからね。そう、めちゃめちゃ早くない？大学生で9時45分に家帰んなきゃいけない。青春捨ててるやん。でもその後あれでしょ、どうせ出かけたりしてるんでしょ。いや、あれ監視カメラあんねんな。うわ、怖っ。で、監視カメラあるから唯一監視カメラないところを すり抜けてコンビニ行くっていう。そう、行く。え、やっぱ酒とかゲームとかしてたら言われんの？そう、寮が酒ダメなの。うわ、そういうとこで縛られてたから今緩くなってんやろな。確かに確かに。そんな方法的に縛りとか俺が決めるわ。お前リーダーやから何でもできると思うな。そう、遅刻は遅刻なんで、うん、で、俺携帯買っていいね。知ってる、だから遅れたやろ。そうだ、ね、そうだ。だからでって、それに合わせて携帯契約しに行けよ、時間。いや、携帯契約っていうか、携帯を本体を買ってんの。本体を買った当たり前。シム、シムだけやればいいか。そう、どっからその金出てきた。いや、お前そら、チキ買い稼いだよ。まあ、よかったね。じゃないな。よかったね、みんな。チキ買い。これで YouTube の経費で使ってたら、マジぶち殺した。それはさすがに。自分で携帯こぼしてんの。そう、自分でやって、なんで俺らのな。いや、お前、下克上も経費に含むやろ。
もうやめろ。そりゃそう。で事前に潰しますって言ってねえから。それでも確かにね。俺も潰したいけどな、それでいいな。いや、お前やらんよ。やるよ。お前先かけへんよ。あれはビビった。いや、俺ちょっとしょんべんって言うよ。遅刻した上にしょんべん行けやがるからな。しょんべんぐらい。ゴミ。ちょっと待って待って自分にしてるよ。なんかもう気持ち超えてくる。うざいうざい。これだもうアイコンにもしてるし投稿にもしてるし、これめっちゃ気に入ってるよこれ。で言うけどそんな漏れてへん。なにこの団子みたいな、これ何これ、ダサい。なにこれ、かっこ悪いんよ。なんかくそいな。つぶつぶ決定した。つぶつぶ。だから俺らちょっとコンビニ行くっつって思って俺ら下に行く。 OK、コンビニ行ってくる。まあ言っていいかね。まあでもどうせ壊すんでしょ。じゃあここでもう扱い雑にしてもいいよ。もういいよ、もうそんなんで慣れてんの。直樹、ちょっとコンビニ行ってくるね。 お前も後でついてきて。置いときます。一緒に顔面を今から、地面に思いっきり叩きつけてやりたいと思います。全く同じ感じでやろう。そう、ほんとあいつが来たらもうやります。携帯潰したろ。おーいしょー。ナオキー乗って。ナオキー携帯どこやろ。え、携帯持ってる。持ってない持ってない。ないの。ないね。後で探すわ。一緒に探しよう。お前さ、遅刻したのに謝らんかったよな。謝るわけない。それでいい。もういいよ。謝らんつもりなの。謝らん。お前、うわっ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 、いけ、いけ、潰せ。お前、何してんねん、マジで。思いっきりいけ、叩け、叩け、かけそう、ボレー。おい、一番いけ。かけそう、ボレーとかじゃないよ。お前死にたいところじゃない。お前らこれ邪魔。マジで何なんこれ、やば。お前お前やろ。バカ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 。え、使える持って大丈夫。使わへんって。え、何それ。てオーディションちゃうねん。ここオーディションやったらいいけど、これプライベートです。プライベート潰すな。やばやろ。プライベートで何してんの。通します。え、でも可愛いじゃん。なんかおしゃれだよ。可愛いじゃないの。いや、なんかあい、ここのロック画面もさ、お前高いってこれ。もう俺買う金ないもん。だってさ、違う違う、だって下克上で潰してさ、買ってきてもどうせお前またやるじゃんって話。やらんやん。だからもういいよ、携帯持たなくていいよって俺らの。潰すとかもせえへんから。だから俺らは事前に潰しといてあげるよ。そう、サービス。お前、俺らの先輩の真似事すんな。マジで。マジで、真似事すんなよ。知らんぞ。マジで先輩の真似事。ガッとは言わんけど。言ってるよ、お前ほんまにダメだって。言えない。言えんけど。もうだるいってマジで。反省した？いや、反省っていうか、なんで潰したの。意味が分からん。だから、なんか大切に使わないからもういらないでしょって話よ。いや、いるわ。これどうせ明日も契約するっつって注文してくる。そう、契約するっていうか買う金ない。わかった。持つな、お前携帯を。またお前先輩が借りたあかんよ。携帯で、先輩ってなんか違う。全部 P だからそれ。違う。ということでね、携帯ぶち壊しドッキリ。はい、ドッキリじゃない。もはや、まあ、破壊してますから。ドッキリだったらもう一個ある。ないから。